ありがとうございます。今日にしてもらって。はい。こんにちは。あ、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。はい。あ、曲どっちに先行っていきますか？わかりました。はい。ゴルフドクター大地のインナーゴルフ研究所。はい、皆さんこんにちは。インナーゴルフ研究所、所長の、ゴルフドクター大地こと大地です。大地です。よろしくお願いいたします。この番組はですね、皆様の様々なゴルフの悩みを解決していきながら、まあ、ゴルフの楽しさ、そして面白さを伝えていく番組となっております。どうぞ最後までお付き合いください。はい、まあ、ということで、まあ、実はですね、いろいろと私の周りで、まあ、変わってきてることが、まあ、ちょっとありまして、まあ、でも一番多分ね、びっくりすることっていうのかなっていうところでいきますと、実は5月の初旬から、まあ、始まるんですが、まあ、ね、私、まあ、そのカナダのね、元 PGA プロということで、まあ、やらせていただいてるんですけど、なんとですね、日本のプロテストを受けることになりました。はい。で、僕のね、年齢、まあ、今年で、まあ、ちょうどジャスト50、まあ、50歳になるわけなんですけど、それで、プロテストを受けるっていうのはなかなかないそうなんですよ。で、はい。で、それで、まあ、その受けることにきっかけになったのが、もちろんこのラジオであったりとか、あとその自分で SNS とかね、そういったのをやらせていただいている中で、まあ、要はこういった取り組みっていうのかな、をもっともっと世に広めてほしいということで、まあ、そういったお話をちょっといただいて、で、実はテストを受けるということになりました。ね、そこで、まあ、本当にね、まあ、実は今日も、ゴルフのプレイをしてきて、そしたらね、なんと、自分の、なんていうのかな、その YouTube をね、見てくださってる方に、直接お会いすることができて、で、なんか見たことありますね、って、なんで今日は、こう、グリーンなんですかみたいなね。今日は白じゃないんですね、みたいな、ね。まあ、要は、白衣じゃないんですね、みたいな、そんな話が、まあ、あったんですけど、まあ、そんなこんなでね、のお話をいただけたりとか、まあ、徐々にですけど、こう、浸透し始めたのかなと、ちょっと思ったりもしております。なので、このラジオもね、皆さんに、こう、もともと知ってもらって、聞いていただけたら嬉しいと思うし、で、まあね、沖縄の皆様にもね、またこういった形でお会いできたら嬉しいなというふうに思ってますので、まあ、それをね、楽しみにしながらやっていきたいなというふうに思っております。まあ、ということで、この番組はですね、メッセージ募集しておりますので、メールアドレスは 797@fmgino1.com、797@fmgino1.com となっております。また、FM ギノワンでは YouTube、ツイキャス、そして、で、まあ、映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページを見ることができますので、もちろんそちらの方もお楽しみいただきたいなというふうに思ってます。また、ツイートも連動しておりますので、たくさんの、ね、ツイートもしてください。また、サイマル放送も行っておりますので、スマホの場合はリスネリオ、そしてパソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからも、どうぞお楽しみいただきたいなというふうに思っております。それではここで一曲ね、お届けしたいなというふうに思いますけど、なんかね、このシーズンになるとこの曲を聴きたくなるみたいなことをちょっとね、こういろいろ考えてたらば、やっぱりね、僕はなんかこう、あ、嵐好きなんだなということにちょっとね、ちょっとまた、なんていうのかな、再確認させていただいたというところもありますので、まあ、皆さんもよく知ってる曲をお届けしたいなというふうに思っております。嵐で、ラブソースイート。ちょっとスマップにしようかな。ちょっと赤に戻ってきたなって。
お仕事でですか？あ、そうなんですか？20秒前ですね。はい。
ということで改めまして、インナーゴルフ研究所、ゴルフドクターの大地優です。まあ、ここね、直近の話からまずスタートしていきたいなというふうに思いますけど、ちなみに静香さんって、ね、軽井沢ってわかる？長野県の軽井沢って。あ、行ったことはない。そうか。ね、軽井沢に実はですね、今から行くんですよ。で、まあ、そのゴルフのね、仕事でちょっと行かせていただくんですけど、なんかね、そこのこれ、軽井沢っていうところ、まあ、もちろんそのゴルフ銀座って言われてるぐらい、まあ、めちゃくちゃいいコースがたくさんあって、で、沖縄で言うとどうなんだろうな。ちょっと、まあ、沖縄で避暑地って言い方はちょっとあれだけど、なんていうのかな、こう、普通の自然を楽しみに行く場所って、本土だとどこら辺の話のこと言うんだろうね。そう、どっちかっていうと、どっちかっていうと森とかね、テニスをしに行くような場所みたいなイメージなんだけど。はい。なんかある？ああ、ね、すごくいい感じ。いい感じ。まさしくそんなような感じのところに、まあちょっと行かせていただくんですけど、まあ実は僕はね、本当にそれこそ20年前ぐらいかなに、一年間ぐらいね、その軽井沢で、仕事してたことがあるんですよ。で、その時はね、ホテルマンを実は、神戸でやってまして、はい。で、そこでね、まあ、もう言っていいんだろうな、音羽の森っていうのはホテルが、まあ実はあって、で、そこのホテルさんのところですごくお世話になって、で、ね、その時に、もちろんゴルフの方でもね、いろいろご一緒させていただいたんですけど、その、なんだろうか、一緒に仕事した方が、実は今、支配人さんをやられてて、その、音羽の森のね。で、この前ね、ほんと1年前ぐらいかな、久しぶりにお会いしたんですよ。で、20年経って顔が変わ、ね、お互い変わんないんだなと思って、まあ、それもちょっとびっくりもしたんだけど、で、実は今日ね、この後行くときに、ちょっとご挨拶をね、ちょっと行ってこようかなっていうふうにも思ってるんだけど、まあ、いろいろなんかね、その頃のその原点っていうのかな？実は、カナダから帰ってきて、で、最初に行った場所っていうのかなが実は軽井沢で、結構ね、僕の中ではいろんな夢を打ち破られて、まあ、カナダってもちろん3年間プロとしてやってきて、なんかね、ゴルフに疲れちゃったんですよっていう、まあそんな時期がまあ実はあって、まあ10年間必死でこうなんか走り続けてきたからね、実際ゴルフっていうその期間は18歳から28歳まで真剣に取り組んでて、プロとして3年前やってたわけなんだけど、それがふっとなんかこう力が抜けちゃったっていうか、なんかもうこの先なんか目標が見えないなみたいなタイミングで、実はその軽井沢のお仕事の話いただいたんで、まあちょっと行かせていただいたんだけど、なんかね、そこにいた人たちが、まあ実はね、まあなんていうの、沖縄に似てるって言い方が合ってるかわかんないけど、まあ要はね、ナンクルナイサーってみんな言ってくれるのよっていう感覚っていうんですか。で、そう。で、僕も本当にね、もうちょっとね、もうめっちゃ疲れちゃって、なんかなんなら人生にも疲れちゃったんですよ、みたいなね。まあそんなようなこと言ってた時に、ちょっとゴルフ行こうよ、みたいな感じで、もう僕的には全然行きたくなかったのね。まあ正直な話。で、相手はもちろん僕がプロだって分かってるから、教えてって話になるんだけど、それさえも嫌、みたいな。まあ、そんな時期がまああって、でもその時にその支配人さんね、ご一緒させていただいて、そのプレイをしてる時の、なんていうのかな、笑顔っていうかが、すごい楽しそうで、なんかね、なんでそんな楽しそうなんですかって話をすると、別になんか、上手くなりたいとかそういうことじゃなかったんだよね。で、結局はそのなんか一日をこうなんかすごくいい時間に過ごしたい、みたいなことを言われてて、なんかね、あ、それを僕がカナダの時にそんな風に思ってまたプレーができてたら、もうちょっと良かったんじゃないかなってなんか思えた瞬間が実はあって、まあそれを教えていただいたっていうかね。まあっていうところがあるから、で、ね、さっきの冒頭にも話させていただいたのプロテストの話もやっぱりそうなんですけど、なんかこう、実は勝負しに行くっていうのかな、そういうタイミングになってて、要はゴルフレッスンしてるとか、そのゴルフのコンペに行ってるとか、そういうことじゃなくて、やっぱ自分の成績一つでね、こう、なんか自分の戦わなきゃいけない舞台にもう一回戻るみたいな感覚がやっぱりあるから、そのタイミングでまたこの軽井沢に行かせていただけるっていうのは、なんかこう、ご縁というか、をいただけるんだろうなっていうふうに、まあちょっと思ってて、まあ今から行くのがちょっと楽しみだな、みたいな、っていうところがあるんだけど、まあ天気的にはちょっとあいにくのなんか梅雨空になっちゃってるから、あれなんだけど、まあ関東はね、まあまあそのようなことが、まあ、あったりするわけなんだけど、まあ、
何かのね、こうきっかけでそこにまあ行くと。っていうふうに、まあ思えばね、まあなんかいいのかな、みたいなね。まあそんなことをちょっと思ったりもしてましたけど、なんか石塚さんなんかそういうのなんかある、なんか自分の中で、こう、ふとなんか、ちょっともうなんかいい、もういい、みたいな時に、何かこう自分の中にこうリラックスできる方法というか、なんかこうどっかに行って何かに癒されるとかなんかあります？ああ、そうなんだ。そう、だから、こう、みんななんかその、お客様って言い方ちょっとあれだけど、そのゴルフをやられてる方なんかは、なんかそれをゴルフでなんか発散するとかね。なんかそういう考え方でもちろんプレイされる方もやっぱりいるでしょうし、その、例えば週に1回だからね、もうその、なんかこの楽しみというか、まあ週1で行けたらだいぶすごいゴルファーたちなんだけど、なんかその、なんていうのかな、僕の感覚の中ではそこの普段のストレスみたいなものをゴルフにこう持ってくるって、あんまりよろしくないなって実は思ってるんですよ。やっぱりその楽しむスポーツだし、まあある意味レジャーなんですよね、みんなからすればね。だから、なんていうのかな、そういう風にゴルフっていうものを捉えられるようになったらば、もうちょっと皆さんゴルフに対してのね、あの考え方がちょっと変わるんじゃないかななんていうふうにやっぱ思ってて、まあそういったところはいわゆるインナーゴルフっていうね、形であのお伝えしていこうというふうに思ってるんだけど、まあ今日ね、こう一緒に、ラウンドさせていただいた方も本当に素晴らしい方々で、なんかね、匂いがね、沖縄の匂いがした。なんかね、そういう感覚の、なんかこう、そう、いわゆるナンクルナイサ的な感じっていうかね、まあそんな感じで、まあちょっと楽しめたりもしたなっていうふうに、ちょっと思ったりもいたしましたというところなんですけど、じゃあ、もう一曲、言っておこうかな。はい、これはね、実はその一緒にプレイさせていただいた方の、リクエストナンバーでございました。はい、まあということで、あいみょんの曲をね、お届けしたいなっていうふうに思っております。タイトルが、何でしたっけ？あ、愛を知るまではだ。はい。ということで、あのね、リクエストナンバーいただきましたので、そちらをお聞きください。
か私もでもなんか覚えがある感じがします。あの人が作った映画はい、まあ、ということでですね、まあ、エンディングにまあ近づいてきてるわけなんですけど、実はですね、質問コーナーみたいな形もやらせていただいてて、今日ね、その一緒にラウンドさせていただいた方から、ね、質問が実は飛びました。で、ね、何があるかっていうと、そのいわゆる SNS ね、やらせていただいてる中で、何をこう考えて、なんか撮影してるんですかみたいな、まあ、そんな話をちょっといただいたんで、そこにちょっとね、対してお答えしたいなというふうに思ったりするわけなんですけど、実は一緒に撮影してくださる方がいるんですよ。こうやってね、このラジオであれば石塚さんみたいな方がいらっしゃって、で、その方々を実はね、毎回、なんつうのかな、応募させていただいてるんですよ。で、一緒にプレイをさせていただいて、で、ゴルフって、基本的には18ホールで回らせていただくわけなんだけど、それにプラス、あとね、半分、残り9ホールみたいな感じで、その時間帯を取って撮影をしてるわけなんだけど、で、その、ラウンドさせていただいている時に出てきた質問とか、あとその自分で考えてることとかもちろんあるんですけど、それをなんか映像に撮りましょうみたいな形でやらせていただいてて、で、なんていうのかな、やっぱりこう、お客様目線っていうか、その、質問者の方々の目線の、お答えをさせていただいてるっていうところで、こう、なんていうのかな。まあ、このラジオもそうなんでしょうけど、こう、すごくわかりやすいっていうふうに言ってくださって、すごくありがたいなっていうふうに思ってるんだけど、まあ、この番組の中でもね、お話させていただいたかもしれないけど、300通り、それを作んなきゃいけないっていう、まあ、一応使命感に駆られて、まあ、実はやってて、で、ネタが別に枯渇してるわけではないんだけど、なんかこう、なんだろうな、いわゆるそのテクニカルなものっていうことよりも、その考え方でゴルフ上手くなりますよってやらせていただいてるから、その考え方がわかんないみたいなね。なんかどうやってその時に考えてるのかをなんか自分であんまりこう振り返ることがないのかな。なんかね、そんなような話を、されたんですけど、まあ、その時でもね、やっぱ思ったのが、そこになんか考えを入れるって、やっぱなかなかプレイ中には難しいんだなっていうことをちょっと僕は思ってて、で、じゃあ何をしようかっていうのは、まあいろいろ思ったわけなんだけど、まあ単純に言うと僕がなんかそのなんか、模擬的っていうのかな。その人の疑似体験的なものを僕がすればいいんだろうな、みたいなことをちょっとやらせてもらってたんですよね。で、その時に、一つ面白いなと思ったのが、なんか僕の打ってるその打ち方をモノマネしたいみたいな、っていうまあ話になったんで、だから誰よりもなんかシンプルで、誰よりもオーソドックス、なんか要は基準となる、ような、まあ、背格好までそんなもんなんでね、日本人男子としては僕172しかないから、なんかそういうところで皆さんがこう、共感しやすいっていうのかな。まあ、そういった、プレイスタイルをこう、これから見せてください、みたいなことを言われたときに、なんかちょっとこう、なんか自分のヒントを得たっていうかね。まあ、そのようなことをちょっと思ったりとか、あとは、まあ、最後に、まあ、最後ですね、このプレイスタイルっていう部分でいくと、なんかね、僕はね、どうやらね、人と戦うとね、ダメみたい。
で、要はスコアと戦うっていうのかな、なんかこう要はなんかね、この人に負けたくないとか、なんかそんなことやればなんか途端になんか欲がなくなっちゃう人だってことを最近気づきましてですね、なんかこう自分が決めてる目標のそのスコアに対してなんかこうそれが良かった悪かったみたいなね、そんなところの方が僕はいいらしいとっていうことをね、まあいわゆるライフプロファイリングみたいなものなんだけど、それをちょっと教えていただいて、今日これからね、その合わせていただく方がそういった方々とまあプレイをするので、またなんか自分の新たな発見をしたいなというふうにまあ思ってたりもしてるわけなんですけどね、なんかそんなところでね、あのゴルフも皆さんこう捉えていただくと、またね、あのちょっと違うゴルフが見えるんじゃないかなというふうに思いますので、そこらもね、まだね、また私の方からもリリースさせていただきたいなというふうに思っております。まあ、ということで、ね、ぜひ番組に対するご意見、ご感想などをお寄せいただきたい、たら、いただけ、嬉しいなというふうに思っております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、797@fmginowan.com となっております。はい、まあ、ということで、またね、次回も、まあ、内容盛りだくさんで、このゴールデンウィークも入ってきますからね、まあ、そういったところの話も含めてしていきたいなというふうに思っております。ということで、お相手は、イナゴルフ研究所所長のゴルフドクター、ダクト大志優でございました。また来週もお願いします。ゴルフ上等、ゴルフ理科、ありがとうございます。